北のロッキーチャンネル。おはようございます。クイズここはどこでしょう。ババン。これなかなか分かりづれよ。なぜかというと、もうこっから俺スタートしたことないから、札幌市の日常でもね、ここね、ここを右にね曲がるっていうのはなかなか至難の技よ。信号あんだけどさ、ここはあれなのよ、歩行者いないとさ多分赤になんないんだよね。なかなかどうしてここを右折しなくちゃいけないっていうのはつれえのよ。まあ右折するまで皆さん考えて。というわけで今からまあ友面今向かってんだけど、なんでね俺がねこういうルートで友面に向かってるのかというと、はい、見てるの、オッケー。あれなのさ、今ここ8軒パーラーがあるんだけど、その8軒パーラーにディッパさんが今いる。でその様子をちょっと見てきて、で今これ走ってるのこれ、はい、正解は下丁寧通りでございました。まあ、上組んだカップル仲いいね、お幸せに。でこれ下丁寧からね、そこらの第三横線だったっけ、間違ってたらごめんね、西野の二股に行く道路を左折して上に上がっていくと友目、札幌の地図上から見る状態だったら西区だからさ、西の方に向かっていく。それずっとまっすぐ行ったら平和レーンがあって平和の滝があるという、ね、かの有名な、ね、吉沢さんもなんか平和の滝の心霊スポット行ってたけどさいや心霊スポットでね、皆さん言えばさ、ね、結構心霊スポット巡りをロッキーさんやらないんですかとか結構言われるんだよ。ロッキーさんそれ再生数稼げるし、しかもロッキーさんのやつ見てみたいですよね。いや分かる、気持ちは分かるんだけど、普通に怖えのよ、本当に怖えのよ。霊が怖いし、まあ、霊を半分信じてない俺もいるんだけど、でも実際にさ俺見てるし霊に触られてるしさ、体だからもう視覚でも味わってるし、触覚でもね、触覚、まあいいや、肌触りでも感じちゃってるんだよ。だからさ、まあ否定できねえよね、ここまで言ったらね。でよくさ、その霊を持ってくるとかってなんかあるでしょ、なんかね、遊び半分でそういうところに行っては いけないのですみたいな、遊び半分以外で行く人って誰とは誰よっていう話だね。ね、面白半分でとか行ったらダメですみたいなあるじゃん。でそういうのを霊をさ連れて帰ってくるとさ、周りに迷惑かかるでしょ。じゃあ俺が呪われてね、じゃあ呪われたね人がやってる配信を見たらさ、どうすんの、みんなそこのあなた呪われるんだよ、どうすんの、ロッキーのおかげで、ね、パチンコは勝てねえってね、婚約中のね、女にも婚約解消 されたって、嫁から朝起きたらいきなり実家に帰らせていただきます、さようならって言われたとかよそんなこと言われたって俺何も責任負いねえべ俺誰かが死んだとかそんなんじゃなくてもさ、だからね、まあそれより何より家族に何かあったらだからさ、やりたいんだけどやってないっていうのが本当のところです。で分かるんだよ、で行きたいんだけど西岡水源地とかも行きたいんだよ、行きたいんだけどさ、まあ今は亡きね小樽のあさり病院とかさ、そういうとこもねよくね、俺心霊スポットの廃墟のサイトとかさ、そういうのよく見てたよ。今もあんだけどさ、そういうホームページ、そういうホームページの走りの99年とか2000年ぐらいの時に、今からもう20年以上前でねよく見てたのさ。なんかそう思ったら10年一昔っていうか二昔前から俺
俺パソコンやってネットやってっからね、なかなかだよ俺。ネットを極めし YouTube 北のロッキー、とっとっとともともメンタルクリニック、初診は予約なしでも OK、 初回上のなくても OK、 ともとも、うわぁ、もう冬だろ温泉最近。よし、行きますか、行くぞ。今日はね、もうものすごく混んでたね。で、駐車場も結構パンパンでさ、パンパンで今満車だと思うんだよね。まあ、結構あのそのいろんな病院も入ってる、ね、メディカルビールだからさ、お客さんがねそれだけ駐車場を利用するっていうのも分かんだけど、それにしてもねすごいわ。やっぱり高先生のパワーだね。よし、気をつけてお帰りください。皆さんも、まあ、ご存知じゃない方はいないと思うんだけど、ね、北のロッキー今ここにあの住所また出てると思うけど、ね、トモメンタルクリニックに通ってるから、で概要欄の方にもね住所載せておきますんで、皆さんぜひ悩める子羊の方ね、ちょっとあの眠れねえなとか、最近気苦労が多くてとかね、なんかそういうの、誇りの誇りってん心の悩みをもしあればぜひ行ってみてください。あとは紹介のね動画とかも作らせてもらったね俺、なんかそれもぜひね見てもらって、もしあここなんか自分に合いそうだなと思ったらぜひ行ってみてください。いやーでもそれにしてももうこれもう完全に冬だぞこれ、冬だ冬、なわら寒いんだけど車の中、なんだこれ。今あの全国的に17時22分なんだけど、寒くて寒くてさ、これからの季節なんだ。でもただねタバコが美味しい季節なんだよ。っていうのがタバコってさ、まあ、クールスモーキングって言葉があるんだけど、葉巻とかパイプタバコ吸う人はね、煙って冷たければ冷たいほど、あの香りを殺さないでいい味を引き出せるとされてる。だから冬に吸うタバコってねうまいの。だからあの車の中冷え切ってるから、吸い込む煙っていうのも春夏に比べれば冷たいんだよね。やっぱりね味が荒れなくてね美味しい。でもさそれぐらいでさ、冬になったらいいタバコがうまいっちゅうぐらいで、あとがいいことなんもないよ。寒い、雪かきめんどくさいね、道路気使うでしょ、なんもいいことないでしょ。ほら、目を閉じれば。そうだよ、あの季節だよ。そう、俺が一年で一番好きな日、クリスマスイブ。ちなみにクリスマスイブが好きであって、クリスマスはそうでもない、ちょっとがっかりな感じ、あーもう終わっちゃうみたいな。やっぱ前夜祭イブが一番いい。だから俺クリスマスの
でイブねが一番好きじゃん。クリスマスイブのイブがあってもいいと思う俺。ってことはクリスマスイブのイブのイブがあってもいいわけよ。ってことはこれすなわちクリスマスイブのイブのイブのイブがあってもいいのよ。ってことはクリスマスのイブ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 。何みんなのその目。違うんだよ。俺はリパさんがね、心配だから来てんだからさ。ねえ、なんか俺が何かするっていうわけだね。分かってる？おはようございます。あれ？と思ったでしょ、皆さん。今日の日常はね、札幌人の日常の歴史の中で、2回目か3回目の、日をまたぐっていうね、珍しい構成でお送りしてますから。で、昨日結局ほら、俺、パーラーのね、海原に吸い込まれてったでしょ。たら、リパさんとね、合流したんだけどさ、で、実は俺も投資9000円で回収が1万4000円で5000円買ったのかな。で買ったのよ。でリパさんは朝から行ってたみたいなんでね。でまあちょっとパチスロ分かんない人は別にスルーしまっていいんだけど、寝台のアネモネを打ってたのよ。だから覚醒入ってなんだけど、覚醒に入ってんだけど、なぜか朝から打って、まあでも遊べてた方だけど、2000円勝ちっていうね。で2000円勝ちんだけど、パーラー出て、でリパさんが「ロッキーちょっとこれやべえことになった」っつって連絡来てさ、なんだべって見に行ったら、左の後輪がぺっちゃんこになってんだよタイヤで、近くのイエローハットに持ってってさ、たら空気入れる虫の部分あるでしょ、虫ゴムっちゅうの、なんかそっから漏れてたみたいで、なんか脱着1100円だけでいいですよとかって言われたらしくてさ、なんでリパさんは昨日900円勝ちになってました。でそのままスタミナ太郎に行き、で近くの招き猫に行きみたいな感じ。そんな感じでした。で帰ってきたらもう俺普通に寝ちゃってました。で日付が変わってね、今日はまず北洋銀行を行って、次同銀行ってから母ちゃんとこ行って、でそっからね3期行ったりセカンドストリート行ったりね、結構今日は、さっきも仕事をパワッと終わったんで、今日はね普通に用事たしかな。パーラーもあるかな。北洋銀行ノースパシフィックバンク。銀行とはお金に羽を生やす機関です。今同銀にも行ってきて、
やっぱりね、その次はあの北の母さんとこ行くんだけど、その前にやっぱりさね、我らがマクドナルドに行かなきゃいけないんじゃない。それが人の道でしょ。さあ俺が何を頼むかな。濃厚こしあんパンアット半額いただきます。うん、さあこれ何のネタかわかるかな。これわかったらなかなかの北のロッキーマニアだぞ。もしもし。うん、 みんなに一言言ってんだから。うん、私は元気だけど、うん、うん、みんさんも元気。うん、うん、まあね、しかないよ、私も、うん、何言うにしかならないからさ。そうだ。で、うん、ならない。多くのことさ、うん、どうでもさ、力ないからさ。そうだ。うん、ね、うん、できる、できるじゃないからね。そうだ。うん、頑張るわ。うん、ね、皆さんもよろしくね。はいよ。ありがとう。はい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 。じゃあね。はい。ありがとう。うん。いやー、皆さん、あの、母ちゃん元気だったでしょ？ね。お芋だよって、なんかうるせえなこれ。え？最近連勝してたのに負けました。いやまあね、まあね、あの投資がね、もう今日とんでもいいことになって、投資が3万4000円入れて、でそれでなんとか出て7500円で済んだんだけどさ、負けよ。くそー、まあいいんだけどさ、昨日1万5千買ってきてさ、もう明日こそはもうプライムキャスター、いや違うな、もうスピンパーの中古1本買いくらい出しちゃうから、明日は18日やからな、もう見てろよ新ワグループ。あ、それと同時に明日母ちゃんの誕生日だ。いや、パーラーでは負けたけどさ、捨てる神あらば拾う神ありだよ。なんとね、さっきも言ったけど、あと1時間15分後かなに、今から63年前に母ちゃんが新十津川で生まれたね、11月18日です。というわけで、あのこれ俺のマブダチのヤワクマさんとヤネコちゃんから母ちゃんへの誕生日プレゼントだそうです。なんか母ちゃんが好きなターコイズ青系みたいです。これ渡したいと思います。本当にありがとうございます。
じゃあこれを母ちゃんに明日渡した後に18だから神話グループにリベンジしに行くかな。クズか俺。北のロッキーチャンネル。